はい、どうも、セイディです。KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。今回ね、5周年イベントがまあぼちぼち来てる中で、今日からですね、また販売がされてるんですけど、これね、気になってる方も多いと思うんですが、5周年特売ショップ、熱質改造がね、いよいよ安売りされてます。で、この中で、この一番左がですね、7000ダイヤかかるんですけど、赤機能の攻防技から1種類選ん でさらに、5回買えば被りなしで、揃うみたいな感じなので、まあ3万5000ダイヤねかかるんですけど、5回買えば全種類コンプリートできるっていう内容になってます。これ結構いいっすよね。まあ7000ダイヤはでもね、やっぱさすがにちょっと僕は手が出んかなと思うんですけど、あと1個欲しい方とかは結構これで埋めていける可能性もあるんで、なかなかねいいなと思ってます。でこっちの安い方は4000ダイヤとね破格なんですが、攻防技から選べないっていうことね、完全にランダムっていうことですよね。だからどこが出るかわからない、で数字も、何が出るかわからないって感じですね。で添付属性も、500から600と低め、こっちは、割と高いですね。600から700なんで。でこの添付属性も赤機能をねこう強化していく上ではかなりね重要な数字になってきますね。で僕が一番気になってるのはこの真ん中ね、機能の、昇格ってあるんですけど、これがね非常に手に入らない素材なので、これをね今回僕買っていこうと思います。で2400ダイヤで100個買えますんで、これはねやっぱこのタイミングで買っとかないと、今まで1個もね僕これ、手にしたことないんですよね。でこっちの、上階っていうとこあるんですけど、これを上げるための素材ですよね。なのでこれはね100個あれば結構上げれると思うんで、これはね買っていきましょうか。で今先行予約来てて、ここでもこの素材取れるんですけど、やっぱこっちはね現金かかってくるので、赤機能とかねここから買えるんですけどね、まあ、現金かかってくるので、今回はこのダイヤの方でね、買っていこうと思います。まあこれほんまにね初めて、この素材手にするんで、どれぐらい戦闘力がね上がるかはやってみないとわからないんですけど、とりあえず1個買いましょう。2400ダイヤ使って100個ね手に入れました今。ほんで今僕の戦闘力が760万6千なんですけど、これがね一体どれだけ上がるのかっていうのを、見ていこうと思います。で熱改造の上階か、これか。これでね、でも、上げる部分が結構肝心やと思うんで、どうしようかな。ゲーニッツね、ダメージ減少率か。これちょっと上げましょうか。ダメ減、これ上げれますね。お、結構上げれるんかな。8個使って、あー、そうか。これやっぱ、あれっすね。レベル上げていくごとに素材が増えていく感じっすね。使用する素材が増えていくんで、どうしようかな、これは。あんまり1個に集中するよりも、こう、まんべんなくいく方が、戦闘力的には上げれますよね。HP もあるな。HP も上げましょう。ほんで、あ、個人の戦闘力で見ていこうかな。ゲニ今どれぐらい上がったかな、ちょっとわからないですけど。あ、ちょっとわからんね。まあ、他のキャラ行こうか、じゃあ。熱質改造。今、ちょっとゲニをちらほら上げて、ギースもじゃあ、攻撃力ね、5% 上げましょうか。あーでもこれまんべんなくいくよりも一気にこうやっていく方が強くなるかもしれんね。クリゲン、エリザベートはね、HP。そうですね、HP 上げとこうか。あ、ガード率もあるわ。ガード率上げよう。ガード率。あーでも結構減るな。一回ぐらいじゃ全然上げられへんかも。そうか、結構使用するね、やっぱり。100個って結構多いかなと思ったんですけど、レベル上げていけば一瞬でなくなる数字やな。10回ぐらいしか強化できないよね。エリザベートもうちょい、じゃあ HP 上げよう。これで、あーもうこれで終わってもうたな。今ね、ちらほら上げたんですけど、あ、戦闘力そんな上がってないな。え ?5000 ぐらいしか上がってないか。あーさすがにちょっとあれやな。100個ぐらいじゃあんまり上がらんっていう感じっすね。あーそうなんか。もっと上がるかなと思ったけど、やっぱこれ何個も買わないと、上げれませんね。ただし、これ2400ダイヤはね、かなり、お買い得かなと思ったんでね、今回買いましたが。で、やっぱこの赤機能とかもあるんで、これもね、持ってない方はぜひね、取得していくのがいいんじゃないかな。やっぱドロップイベントとかで取ろう思っても、170個かかるから、結局、ダイヤ換算するとね、かなりの、価値がつくんで、まあ、4000ダイヤやったらね、1個ぐらいは、手に入れてもいいかなと思います。で、あとこの先行予約の、これもね、兼ね合いあるんすけど、まあでもこれが来たってことはね、多分ですけど、コアも来ますよね。
明日明後日ぐらいから、明後日からかな、これ終了まであと1日ってなってますから、明後日からネッツの改造のコアも多分売られますんで、まあ予想ですけど売られると思うんで、それを考えながらこの先行予約買う方は考慮してもいいんじゃないかな。まあ僕はそれ見て、まあ最終的にねコアにしようかなとかも思ってるんですけど、やっぱこの新格がねいいなっていう感じもするんで、もしくはこの新格とコア両方買うかもしらんし、まあそれはこの最終日でも間に合いますから、20日までこれ時間ありますんで、まあじっくり考えてねやろうと思ってます。では最後ねバトル行って終わります。で今回ねアリーナで行くんですが、いつもね僕が戦ってるんで、今回はね僕じゃないバトルをね見ていこうと思います。ねこの南大さんとこの今アリーナ、9位にいる方、あ 10位か10位にいるこのごはんさんね、メンバーがねすごい面白い、キャラ使ってるんですよね。ごはんさんが、オロチクリス、サイキ、バースで、ここにソルがいるんですよね。ソルと、ビリーとメリオダスで、ストライカーが K ダッシュ、ネスツ強、シュンウェイなんですけど、これ全部ね炎キャラなんですよ。炎パをねやってる方で、全部ね見事に炎キャラなんで、今回このごはんさんと南大さんの戦いっていうのを、見ていこうと思います。南大さん昨日まで、ここのチャンコーハのとこにキムを入れてたんで、カウンター持ちのキムとこのアンヘルがねすごい相性良さそうやったんで、まあ、キムをね一時的に戻してたんですけど、そちらのねバトルを、今回見ていこうと思います。さあではアリーナ上位勢の南大さん VS 完全炎パーティーのごはんさん、バトル見ていきましょう。先制取ってるのは南大さん、戦闘力はお互い700万弱ぐらいやったんで、ほぼね戦闘力に差はありません。さあバースが出てくる、アンヘル打てますね。初ターンからアンヘルが打てる。オメガルガルストライカー出てきて、アンヘルが必殺打っていく。レアルレイブね、レアルレイブ打ってギースが出てくる。この南大さんのギースはねサーバー全サーバーで良いですからね。うおめちゃめちゃなダメージ取っていく。あれオロクリが倒れてますね。オロクリが初ターン無敵なはずなんですけど、なんか倒れてる。これバグかな、バグですよね完全に。たまにねこの現象見るんですけど、なんか条件があるんかな、ギースが初ターン打った時にこのオロクリがダメージ入ってしまう、なんか条件がね多分バグなんですけどあるんですよね。これによって南大さんがかなりね、オロクリを倒したことによって有利な展開になっていきますが、さあここごはんさんがどういう風に反撃していくのか。うおーネスツ強の爆発えぐい。この炎パーティーやからもうねみんな炎使うんですよね。これさソルも打っていく、かっけーねソル。ソルの必殺が結構ダメージ取っていきますね。さあここはメリオダス2発打っていきますよ。噛みちぎり打って SMAX 噛みちぎりからの反撃効きますね。アンヘルは攻撃型に対して反撃打っていく。やっぱりこのごはんさんのね全キャラ炎パーティーっていうのはねほんまに素晴らしい。ストライカー含めて全部ね炎使いですよ。さなぎわぶり超甘う。この炎キャラたちがどういう動きをしていくのか。やけどなりまくってるね。やっぱ炎キャラのやけどは恐ろしいよ。うおやけどダメージえぐい、めちゃめちゃ減った。アンヘルも、これ踏ん張り使ったかな、ちょっと見れませんでしたが踏ん張りは1回使ったかもしれない。さあグラッジディメンションビリーに向かって飛んでいって、アンヘル溜まってますね。おっとこれはマガキストライカーか、マガキストライカーの後にアンヘルがレアルウェーブ打ってきた。ギース恐ろしすぎるダメージ。ギースがねマジ強いんですよね。なんださん170万ぐらいありますからね戦闘力。ただギースに対してフルカウンターで反撃していくのはごはんさん。さあここはキムが、必殺は打てない。キムのカウンターが炸裂しているのかというところですけどね、キムは活躍してほしいですがどうかな。さあここはごはんさんのターンになって SMAX 必殺技。さあここでビリー打っていく、炎キャラの代表格と言ってもいいかな。サイスマックス来た、うおー地獄に炎を持っていく。ゲニがもうゲニ踏ん張り一回もしてなかったんじゃない、地獄に葬られた。これぞソル、いやーえぐいね。このごはんさんはソルが星ならですからね。ソルが活躍しましたよ。ゲニッツを離脱する前にもう地獄に葬った。めちゃめちゃかっこいいねあれ。あの必殺これイグニス今後新キャラで来ますけど踏ん張り持ちなんで、イグニスはこれワンチャンねソルで地獄に葬ることができたらかなりソルの評価もねまた上がるかもしれないけど、まあ、めちゃめちゃかっこいいのが見れた。南大さんは早くもゲニがいなくなってね結構不利にも見えますが、グラッジディメンションで攻撃していく。アンヘルがねでもここは頑張ってほしいね。さあオメガルガールからのアンヘル来た、レアルレイブめっちゃダメージ取っていく。オロクリを倒してギース出てくるよ。さあキム打ちますね、 SMAX 砲却、うえークリティカルが出ている。お結構ダメージ入ったんかな、ちょっとわからない、20万ぐらいかな。でもキムがただ反撃じゃないカウンターがねやっぱキムは強いんで、
その辺、このアンヘルとね、どういう風に、対応していくのか。うおー、めちゃくちゃダメージ取った。名炎かな、今。名炎がめちゃ入ってたよ。名炎と崩壊か。アンヘルの崩壊と名炎によってめちゃくちゃダメージ取りましたね。ただ、キムはもう倒れてますよ。キム倒れてるんですけど、これは、オメガルガール継承の効果ですね。復活しています。さあ、噛みちぎり打って、噛みちぎり2発はこない。お、反撃した、アンヘル。反撃して、S マックスグラッチディメンション。展開がね、めちゃめちゃ早い。目まぐるしく進んでますよ。さあ、ギースは、石化しながら金庫になってる。これは反撃できないね、ギースは。石化が大弱点ですが。さあ、ここは、エンチャントフルブレイズやったかな。やけどダメージを取っていきますね。さあ、ここのご飯さんの炎パーティーはこのターン耐えしのげるのかというところ、S マックス必殺技からのグラッジ。グラッジでマガキストライカー出てますね。マガキストライカーはファントムスフィア、ブンブンブンとね、3発。S マックス、おーい、参戦した。ナイトメアギースですね。ナイトメアギースに対してフルカウンター打っていく。これナイトメアギースはさすがにワンパンされてしまう。ここでアンヘルがフェリアルデイブズですね。おお、これは攻撃型に対してしつこくいくが、おっと、このメリオダスはどうかな。メリオダスは結構厳しい感じもしますが、おお、心臓の数があと3つかな、これちょっと見にくいんですけど、3つぐらいに見えますが、アンヘルまた反撃したよこれどういうこと。最後、ターン終了時に反撃したね今。サイスマックスグラッジディメンション、ナンダイさんこのギースがねやっぱすごい強いんで、ギースが生き残っていれば全然ありますね。うおー、ただ展開がすごい早い、展開が早すぎて、あ、キムがやられてしもたな。キムは活躍してたんかな、結局は。ちょっとねキムの活躍はあんまり見れなかった気もするんですが、サイスマックス必殺技グラッジディメンションは、バースがバースに向かって飛んでいく。さあ、オメガルガールもストライカーとして出てきます。チネ打ってビーズディストラクションかな、オメガルガール。さあ、レアルデイブはこれで倒せるか、倒しましたがバースは復活している。ナンダイさんの HP もかなりないんで、ギースは1回復活入ってるかな。おお、ここで K ダッシュストライカー、めちゃめちゃかっこいい。ハイパーチェーンドライブ、炎キャラがいっぱい出てくる。マックス必殺技からのバイアイ、熱通強大爆発。おお、再起2発目、再起2発打って、おー、春雨まで出てくる。ストライカーのオンパレードやな。春雨が出てきて、おお、アンヘルはやばいか、反撃していきますよ。でもアンヘルはこれ最後の踏ん張りかもしれない。反撃でダメージを取って崩壊も入れていきますね。 S マックスグラッジディメンション、このアンヘルがやられると南大さんはさすがにやばそうですが、ただアンヘル硬いんですよね。もう一回、あ、踏ん張りはできるアンヘルが硬い、もう一回踏ん張りできます。ただ今のは状態上で動けなかったんで、あー、結構やばそうな感じもする。 S マックスグラッジ打つが、さすがにこの踏ん張りで最後はね、これはやばいか。あー、持続ダメージもあってやばいね。南大さんがもうアンヘルがやられてしまう。 K ダッシュが生き残ってますよ、ごはんさん。参戦した K ダッシュはこれ初ターン無敵っすよね。 K ダッシュって9問効果で死なないっていう効果あるから、いやー、この K ダッシュが非常に活躍してるんじゃないかな。ストライカーとして参戦してますが、再起を焼き尽くす。うおー、これは素晴らしいね。炎パーティー、K ダッシュが参戦してからも活躍してます。さあ、 S マックス、グラッジディメンションで、これはさすがに南大さん厳しいか、決まってしまう。いや、非常にね素晴らしい試合やったんじゃないですかね。展開がね目まぐるしく進んでいったんですが、やっぱりソルのね、あの地獄に葬る技見れたんで、もうそれだけでお腹いっぱいやなあれでゲーニッツ離脱1回も使わず多分やられていったんじゃない。南大さんはそこが結構ね厳しかった印象もあります。いや、非常にね素晴らしい戦いが見れました。で、南大さんはキムはさすがにね厳しい感じもするよね。まあカウンターが強いって言ってもやっぱすぐやられてしまうと意味ないんで、まあその辺をね今後どうしていくのかっていうのにも注目ですね。いや、ほんまにねいいバトルありがとうございました。またね僕以外のこういう戦いもね実況していこうと思いますので、よかったらまた動画も見てください。では、ご視聴ありがとうございました。